続いてのターゲットは矢部太郎。ドキドキドランクドラゴン鈴木拓本当に今回は趣向を変えてこんな方々に登場していただきました。何不良グループー後ろからもお構いなしで両チームが激突。巻き込まれた。逃げるでもあれ発見者瞬間なんかブツブツ言ったよな。やばい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 、もうああいうのでわーってきて、やばいやばい。はい、お願いします。一番手にふさわしい見事な落ちっぷり。